さて、今日も好感度クエスト回っていくか。パーティー主要キャラは大体回っては見たものの、誰を優先的に回った方がいいのか悩むわね。そういやアップデで業務の好感度ストーリーが実装されたらしいからそれ回ってみたらどうだ。優勢はこれは地味に嬉しい追加。逆になんで今までなかったのかが不思議ですよね。変なことをしたら、迷わず切りますよ。ほらウプ主、何回言われてるわよ。私にお説教してくれるなんてとても嬉しいですわ。そんなこと言ってたら本当に切られますよ。勇気青いボイスで怒られる上に業務に切り捨てられるなんて本望ですよマジで。切り捨てられるのが本望じゃなかったのかよ。とりあえず好感度4まで上げてみたよ。ヨウムのストーリー地味に楽しみにしてたんだよな。早く見ようぜ。ではゆっくりヨウムさん、ボイスついてないのでアフレコをよろしく頼む。わかりました。嫌がれだよお前。すみません、人違いでした。どんな間違いなんですか。スワローはいらっしゃいますか。ちょっと、ちゃんと字幕通りにさん付けしなさいよ。あ、あなたがそうだったのですね。私は白翼楼のコンタクヨウムと申します。突然ですが、字幕流れるの早すぎるだろこれ。ちゃんと字幕の速さに合わせてもろて。ははは、ご冗談を。しかし神経、うん。あ、新手の方というわけでもな、少々ですし。すみません、ゆっくりヨウムさんがログアウトしてしまいました。滑舌悪い上に活字も読めないヨウムとか誰も望んでねえよ、ひどすぎるわ。ここまでの流れをざっくり説明すると、革命神社に居候しに来た主人公の実力をヨウムが確かめるために、主人公と妖精が戦う羽目になってしまいました。しかしながら主人公があまりにも弱かったために妖精が調子に乗ってしまい、それをヨウムが止めに入ってる最中ですね。女の子に守られるのマジで。最高だぜ。ちょっと待って、さすがに多すぎるでしょこの量は。こんな量相手にさせるとかヨウムさんおにやな。でも見たところヨウムちゃん全くダメージ食らってなさそうですね。難しいと思ったらめちゃくちゃ余裕でした。この調子で次のストーリーも見ていこうぜ。おい、なんだこの注意書きは。さっさとストーリーの続きを見せ。変なことをしたら迷わず切りますよ。私に切れぬものなど、あんまりほとんどありません。聞いてくださいよ。またゆゆこ様がつまみ食いしたんです。忘れられがちですが、私はゆゆこ様の剣術指南役なのです。やっぱヨウムさんいい声してますよね。ゆうきあおいさん本当にありがとうございます。そういやゆうきさん、コロスケの療養期間終わってツイッターめちゃくちゃ更新してたな。怒涛のツイートマジで感謝。ってことで今回はこの辺で実況を終了します。ヨウム引けてる人はぜひ好感度上げてやってくださいね。チャンネル登録、高評価も忘れずにな。